2022年11月伊豆をドライブしましたカーナビ頼りにドライブしたいところカーナビの検索に限界を感じました目的地検索できなかったのは1大室山のリフト乗り場、1稲取ふれあいの森。稲取ふれあいの森に至っては地図の表示があるにもかかわらず検索できないカーナビの使用は表示の通り大室山を検索します 検索結果はたった一つ。しかし、また外れ。正しい位置には表示なし。これでは検索できなくて。当然、稲取ふれあいの森。検索不可能。カーナビはデータを持っている。しかし、検索不可能。どういうこと Google マップでは検索可能。稲取ふれあいの森。カーナビでは目的地検索が十分。できない。 その不便さを感じた、イズドライブ、旅行でした。その点、通信が可能である限り、Google マップは頼りになります。色経度で検索したいです。ご視聴ありがとうございました。